名古屋市演劇練習館は愛知県名古屋市中村区稲鉢町の稲鉢公園にある演劇練習用施設名古屋市が運営しているアクテノンの通称で呼ばれる1937年名古屋市水道局の水道施設稲鉢排水塔として設置された大事上水上の整備により1944年には排水塔としての機能を停止 1965年に改修されて、名古屋市中村図書館となったが、1991年に中村公園文化プラザへ図書館が移転したことで、再び空き家となっていた。その後、新たな利用案が模索されていたが、名古屋の劇団、劇座の主催者、天野静雄が当時の名古屋市長であった、西尾武吉と新聞の企画で対談した際に、 稽古場不足を訴えたことから、この施設の活用が発案された。これは西尾が名古屋市では一貫して水道畑を歩いてきたことも、理由にあると言われるが、結果として、さらなる大改修を受け、1995年から演劇その他の舞台芸術の練習の場としての、リハーサル室、練習室としての運用を開始した。1989年には、 名古屋市都市景観条例に基づく最初の都市景観重要建築物に指定された。1949年以降には、塔のそばに稲鉢プールがあったが、老朽化などに伴い、プールは2010年をもって廃止された。2014年には土木学会によって演劇練習館が土木学会戦勝土木遺産に認定された。高さ31メートル。 直径33メートルの円柱上で地上5階、地下1階。当初、登場の貯水槽は590立方メートルで計画されたが、水道使用量の増加に対応すべく4000立方メートルに変更された。これに伴い、その周囲を囲む直径1.5メートルの16本の柱が追加され、ギリシャ神殿風とも言われる独特の外観となった。 5階のリハーサル室を筆頭に5室の大練習室、3室の小練習室に加えて、研修室、和室が1室ずつ設置されている。利用は、基本的に演劇や舞台芸術の稽古に限定されるが、図書館時代からの経緯もあって、地元のコミュニティセンターとしても使用されており、地元では、稲鉢公園を水道施設であった頃の名残で、 水道公園とも呼んでいる。練習風景が見られる施設ではない。一般の来館者は1階の資料室や自販機コーナー、トイレ以外に立ち入ることはできない。ありがとうございます。